ガンダムデュナメスとラッシュグリードの初陣だ。狙い撃つぜ。ほら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 、乱れ撃つぜ。うおー、リュウさん2階級特進おめでとうございます。ガンエボよ、私は帰ってきた。というわけで、久しぶりにガンダムエボリューションを撮りたいと思います。ちょっとこれもう暑いわ、もうこの時期暑いわ。もうね、こないだ出たね、あのフルメカニクスのエアリアルしっかりとゲットしてます。結構分厚いね。いやー、だいぶ積みプラ増えてるんですけど、まあエアリアルぐらいはね、ちゃんと配信で作りたいなと思います。久しぶりのガンエボ動画ですけども、上げてなかった理由としては、コンソールが始まったタイミングで、あのガンダム専用チャンネルも作ってあったんですよ。で、そこでガンガン上げていこうかなと思って、でコンソール版のガンエボいざやるぞと思ったら、あ、まあこれですね、これ。無限通信エラーが出て、あの一切プレイできなかったんですよ、僕。あのコンソールのガンエボ。で、それがね、アップデートで直らなかったんだよね。なんかもう人によっては、回線の相性によってはもうそもそもプレイができないみたいな状態らしくて、あんまりなってる人がいなかったんだよね。なんか今通信エラーになりましたけども、何これ。あ、ゲームが消えました。お疲れ様です。この通信エラーのせいでね、もうほんとプレイがそもそもできなくて、ガンエボをもうやってなかった感じでございます。まあ、PC 版今つけてみたけど、もう早速通信エラーが落ちてきて、ゲームが落ちました。これ大丈夫なんでしょうか？今回はロックオンのね、ガンダムにデュナメスが追加されたらしいから、それを使おうかなと思います。さあやっていきましょうか。お、刹那！ん？どういうカラーリングそれ？なんかすぐ切られのそうなカラーリングしてるね。さあ行くぞ。ガンダムデュナメスとラッシュグリードの初陣だ。なんか新しい壁みたいのできてる。ちょっと攻めがあれだね、これ初動を突破しやすくなったということか。そう、敵の前線めちゃくちゃ高いじゃないか。だいぶ舐められてるぞこれ。うーん、やっぱり連射はできるけど、どうしてもやっぱ、よし1キル2キル。あのジムスナよりはやっぱり一発の威力が低いから、そこでハンドガンに切り替えて乱れ撃つぜ。よーし、敵はパワーダウンしてる。押し込め。お、蘇生が刹那刹那に蘇生してもらいました。ありがとう。ガンダムダブルを見たのもう何年前よあんま覚えてねえわ。ストーリーは覚えてるけど、ダブルだと僕はあのプルトーネが好きです。さあシャーはまあそこそこに削っておいて、オッケー、敵が固まったとこで行くぞ。トランザムどうなるのこれで、使ってみたけどなんか変わる。チャージが速くなってんのかな。え、強い。敵はもったいない、もったいない。あ、トランザム使うとハンドガン使えなくなるわ。どうなのそれは。ジムってあんなシールドいっぱい構えられたっけ。ミサイル、サーベルは使えないのかな。この俺にサーベルを使わせるとはみたいな。サーベルだったっけセリフ。なんか6個のデュナメスが来るなら、やっぱりちょっとフラッグ欲しいですね、うん、グラハム欲しいですね。ダブルオーだったら。刹那頑張れ、起きろ。オッケー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 。敵ちょっとね、油断してるね。これはまずい。あれはまずいぞ。下がれ。前に出すぎだ。ナパーム来たね。これがオールドタイプということなのか。どう突破する。今だ、行くぞ。乱れ撃つぜ。敵は上向いてるぞ。 OK で切り替えて、ほっほっ、よし。おおおお、ナイスすぎる。もう一つ落ちろ、カトンボ。いやー、チームキルだ。いけるぞ。このまま押し込む。私にも敵が見えるはずだ。なんだ今の。うん、違う、ハヤトだ。ハヤトじゃない、リュウさんだ。リュウさんの特攻だった今の。2階級特進アタックやった今のは。そこそこ見える。奥にも敵が見える。もうちょっと、え、刹那何してんだ。もう一回合わせてトランザム使いたい。よし、アムロ落としたタンクを落とす。よし、行くぞみんな。ダブルトランザムだ。行け。うおー、なんだこれ、どうなってんだ。まずい、回復がない。あ、そっか、トランザム使うとあれだ。 OK1 キル
ハンドガン使えないんや。逆に弱体か。近距離じゃん。ダメだな。いい高台はないのか、これ。後ろ下がってちょっと高台使いたいの。ここ登るには向こう側からしかも登れないから、どうする？シャア落として、そこ削って、で、僕がここ登ればいいんだ。これで完璧だ。残り30秒しかないの？ちょっと待って。大丈夫。ガンダムディナメスは、機体を失っても最後の特攻狙撃ができるから大丈夫です。あと10秒。みんなの力を、僕に貸してくれ。ダメだ。入れそうにない。乱れ撃つしかない。うわー、ガヤボさん、エアリアルはいつ来るんでしょうか。マジで、そろそろエアリアル欲しい。次あたりでエアリアル欲しいですね。で、エアリアルの回収型来たら、ウルトは、トマトでお願いします。これね、ジムスナだったら、パシューンって一発で倒せるけど、基本的に、こんな感じ。2発必要だから、とりあえずスナイパー、格殺入れとくやん。狙い撃つぜ。もう一生言えるね、これ、狙い撃つぜが。散々、今まで、他の機体では言ってきたけど、ついに、ジュナメスで、言うことができる。おらおらおら。そんな、宇宙世紀の機体じゃ、ガンダムデュナメスとラッシュグリードには勝てないぜ。なんだあれ、シャア専用ニューガンダムか。でもちょっと近すぎるな。これは一回撤退しようか。ファンネルだと ?GN ビットはありませんでした。デュナメスにはありませんでした。ユニコーン落ちそう。くそ。なんか回復もらった。ありがとう。あ、違う。自分で回復しただけだわ。うわー、まずい。なぜか僕へのヘイトがすごい。なんだこいつら、他に敵いるやろ。あー、うわー。これ思ったんだけどさ、なんかハンドガンの方が強い気がしてきたから、ちょっとハンドガンメインでやってみていいかな。ちょっとライルスタイルでいきます。あれ、ライルで合ってたっけ。オッケーオッケー。まず1組のやるじゃん。格殺だけ入れたいね。アムロがシャアを守る構造とは。ほら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 、乱れ撃つぜ。なんかこっちの方が強い気がしてきた。ほら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 。で、ミサイル撃って、追尾するからね。そして敵はパワーダウンしてるぞ。あ、俺まあ、味方のおかげもあると思うが、しかもこれ、新ルールかな。乱れ撃つぜ。一回撤退。あ、で、ビッグハローがある。もう敵リスじゃないか。一旦狙い撃とうか。狙い撃ち、左展開してるね。一回下がろうか。最高フレーム。で、回復しつつ、ここ一旦狙い撃とうが、そろそろ左行きそうじゃない。いや、僕のニュータイプが言ってる。これは後ろだ。後ろ来てる。後ろと、シャアが落ちるぞ。ああ、クソエム。ここでクソエム。トランザム使ったらハンドガンは使えないんでした。一つ、この近距離では狙いにくい。マジトランザム弱体化だわ。これはこれなんだ、エリア取ったら、どういうことこれ。もう一ウェーブというか、奥にまたなんかエリアがあるのかな。うわー、リュウさん2階級特進おめでとうございます。なんだこれ、設置する、もしかして。設置するのか、違う、撃つんだ。おお、なんか新しいの面白いぞこれ。狙い撃つぜ。だ、まずい。みんな敵も来てるぞ。前。ミサイル。ん？なんか結構こっちやられてね。大丈夫か？ガンタク戻して。いけー！いくぞ。トランザム！トランザムでビビってくれ、敵。ミサイル？まずい！竜！敵の竜さんや！うおー！ 2 階級特進ならず。お疲れ様です。左が多いから、こっちレーンから回って、これ撃てばいいんだよね、多分。合ってるよね。オッケー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 。これで、どう？もうクリアではない。まだあるのか。カジュアルなのに結構長くなりそう。で、もう一回乱れ撃つモードなりの、やばい。当たらなければ、どうということはない。いけ。落ちろ！おー！なんとでもなるはずだ！あと 2.7! 3、2、1! これもう勝ちでしょ。エクストラタイム。オーケー！後半戦あるけど、ちょっと動画ここで終わっていいですか？
酸欠久しぶりのガンダムエボリューションでしたけども、まあ、また新機体とか来たらね、あと体力があるときにまたやりたいと思うんでよろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。皆さん高評価ぜひよろしくお願いします。またガンダム配信、あ、ガンプラ配信とかガンダムクイズも撮りたいですね。やると思うんでよろしくお願いします。バイバイ。